はいどうも、大、え、悟、ー、です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、不眠の改善について、えー、お話ししたいと思います。まあ、多分ね、この時間に多分僕の動画を見てるということは皆さん多分あんまり眠れないタイプなんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、やっぱ眠れない人って、その、ね、睡眠薬に頼ってしまったりとか、いろんなことをするんですが、今回の研究ではですね、いや、ちょっと病院行く前に、 こっち行った方が良くないっていう不眠の改善テクニックをご紹介します。なかなかね、睡眠薬とかを使ってしまうと、良、まあ、くも悪くもやっぱり寝れなくなっちゃったりとか、睡眠の質は悪くなったりとかするので、なるべく使わないで眠れるようになるに越したことはないんですよ。で、今回はですね、コロラド,ド大学が、ね、行ったですね、研究をベースにしまして、あのー、ある場所に行くとですね、不眠症が改善するんじゃないっていうすごい研究がありましたよ。これをご紹介したいと思います。え、これ何かというと、キャンプです。 はい。えー、コロラド大学の研究ではですね、コロラドにある山に2日間だけキャンプに行ってもらって、で、それキャンプに行かない人と比べたんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、睡眠を深くしてくれる物質であるメラトニンっていう物質が体内で増えると、まあ、質が高い睡眠が取れるようになったりとか、人間って眠くなるんですけど、このメラトニンが上昇するですね、時間が1.4時間ほど、たった2日間キャンプに行くだけで早くなったということが分かったんですね。だからつまりキャンプにちょっと行くだけで、グランピングとかキャンプに行くだけで、人間のいわゆるこう体内 どけってガッと戻る可で、もう一個、え、この、で、あの、研究を行われてまして、1週間じゃあキャンプ行ったらどうなるのということを調べたという研究があります。なかなか日本だと1週間のキャンプは難しいと思うんですけど、実験してみたら、このメラトニンが上がるスピードがですね、さらに速くなりまして、なんと2.6時間ほど速くなったわけなんですね。これ、まあ、簡単に言うと、眠くなる時間がたった2日間キャンプに行くだけで、まあ、1時間から2時間ぐらい、ま、1.4時間ぐらいですね、速くなって、1週間行 たたたらら2.6時時時間間間、まあ、ほぼ3時間ぐらいい、えー、寝るがが早くなっっとと、はい、うことが分かったんですよだから結構ね、あの、不眠の人は、まあ、週末とかにキャンプに行くだけでも、体内時計がかなりリセットされる可能性があるわけです。だから結構ね、夜のね、あの、遅くなっちゃうことが多い仕事とか、なんか最近体内時計がなんか狂ってきたなと思ったら、週末に2日間キャンプに行くだけでも、かなりですね、 あのー、えっ、ー、と、体内時計が戻りますんで、ぜひ、あのー、やってみてください。はい。実際にですね、これ、あの、キャンプなんですけれども、これ、冬場のキャンプの実験だったんですよ。今のキャンプの実験って。ところが、まあ、今夏場。まあ、さすがに暑すぎるってこともあると思うんですけど、ちょっとじゃあ秋ぐらいになってきて、あのー、まあ、今日とか昨日みたいに涼しくなってきたらどうなるかっていうと、これなんとですね、キャンプに1週間行くとですね、メラトニンの分泌されるですね、時間が4.6時間。まあ、つまり、ほぼ5時間ぐらい早く眠くなるということなんですよ。だから、こう、一気にですね、これ、あの、 睡眠眠ののの質がが良くなって不眠症の人もです、ね、体内時計がリセットこれかなりですねあの効果が高いのでぜひ皆さんもですね変にですね睡眠薬とか使っちゃってあの、ね、眠れなくなるとか睡眠の質がですね変えってですねあの低くなるとかっていうところになる前に、まあ、一旦あの週末とかにキャンプに行ってみたらどうすかというお話でしたぜひ参考にしてみてくださいこれ実際キャンプに行くとたくさん日の光に当たるので日の光に当たったことによってやっぱりですね ですね、睡眠の質が上がっているというところもあるので、まあ、キャンプに行くのが難しいって方は土日に日の光になるべくね当たるというのがおすすめです。だいたいねあの普段の13倍ぐらい浴びていたそうなのでこの実験ではぜひ試してみてください。でこれ以外にもですねさまな睡眠の質を高めるためのテクニックっていうのをですね D ラボではご紹介しています。ぜひ番組の概要欄の方から D ラボチェックしてみてください。あの D ラボはですね僕が立ち上げた知識の Netflix を目指したサービスで。 ネットリックスみたいに様々なですね、まあ、睡眠に効くテクニックから、美容に効くテクニックから、仕事に効くテクニックなので、いろんなですね、知識をですね、分かりやすく解説しています。ぜひ番組の概要欄の方から見放題ですから、d ラボをチェックしてみてください。それでは、続き概要欄の方から d ラボでお会いしましょう。今日のワインはアダムスでした。それではまた次回。バイバーイ。